博多どんたく。博多どんたくは、福岡県福岡市で、毎年5月3日と5月4日に開催される祭りである。動員数は200万人を超え、新潟県上越市の高田城100万人観王会、青森県弘前市の弘前桜祭りや広島県広島市の広島フラワーフェスティバルと並び、動員数で国内最大級の祭りである。また博多祇園山笠。 箱崎宮用法会と共に、福岡博多を代表する祭りの一つとして、またゴールデンウィークの代表的な催し物の一つとして知られている。現在は、福岡市、福岡商工会議所、公益財団法人、福岡観光コンベンションビューローによる、福岡市民の祭り振興会の主催により、福岡市民の祭り博多ドンタク港祭りとして行われる。 博多どんたくの起源であり、中核といえる選択向け民族文化財の博多松、林は、福神流、恵比寿流、大黒流、地後東流、地後清流が、博多松林振興会を組織し、それぞれの当番を務める。博多どんたくは、博多松林を母体として、形成、発展してきた。博多の豪商、神谷総丹の総丹日記によれば、 文禄四年十月二十九日、グレゴリオ歴千五百九十五年十一月三十日に、筑前領主、小早川秀明の居城であった名島城へ、博多の町人が松林を仕立て年賀の祝いを行ったと記されているのが最古の記録である。これによれば古くは正月でなく十月の行事だったことになる。この博多松林は、貝原駅県の筑前国属風土記によると、 自称三年、グレゴリオ歴1179年に病没した平野茂森に、博多の者が、恩、日本で最初の人工工、袖の港造営などの応写すため始まったと伝えられる。他に遺説として、元日設へが平安時代に、各地方に伝わったが、博多にも伝わり現地の人々がそれを発展させたのが、始まりという説や、京都の松林の習慣が、 室町時代に博多に伝播したのが始まり言説もあるが、確かな起源は定かではない。博多どんたくは博多松林を母体として、形成、発展してきた。江戸時代の博多松林は、福岡城へ福岡藩藩主黒田氏を表敬するため、正月15日におもむく、年賀行事として行われていた。福六寿、恵比寿、大黒天の三福神と地語が、 松林の本体である。これに、博多の各町、各人が趣向を凝らした出立ちや出し物で続き、これを通り門と呼んだ。三福神、地後、通り門の構成が、現在の鈍くの原型である。福岡城を出た後三福神と地後は、城下の武家町、福岡を通って、博多へ戻り、神社仏閣や、年行寺や、年寄り、町内有力者の宅を祝った。 また通り門は、地人宅や昇華にて演芸を披露して、祝い、昇華などは、返礼に酒や魚を振る舞った。この様相は、明治期も同様であった。明治維新後、明治五年、グレホリオ歴1872年までは、福岡地藩寺、黒田長近や、有栖川の見当たる日と新納に、年始の表敬を行っていた。しかし、金銭を浪費し、 かつ文明開化にそぐわないという理由で、明治年11月に福岡県からの通達により山笠や盆踊りとともに、正月の松林は禁止され、天朝節などを祝うようにとされた。1879年、明治12年には三福神、地後、そして福白各町の通り門が紀元節の2月11日を祝したことが資料に残っている。明治時代以降の松 ドンタクは、紀元節の祝賀に繰り出したほか、明治20年代からは、鎮魂祭、昇魂祭に繰り出し、その他日露戦争勝利の祝賀会や大正天皇や昭和天皇の即位など国の祝に参加した。1915年、大正4年に、昇魂祭の開催日が4月30日と5月1日に決まり、松林ドンタクもそれに習った。1938年、 昭和十三年を最後に、戦前の松林ドンタクは中止となった。太平洋戦争終結後、九百四十六年、昭和二十一年五月に、博多復興祭として、空襲被災後の瓦礫の中、子供山笠と共に松林ドンタクが行われた。翌九百四十七年、昭和二十二年より、福岡市、福岡商工会議所、商店街代表、 市民有志らによって、博多ドンたくが5月の24日25日に開催され、3台の花電車に16カ所の仮設舞台と現在のドンたくの形式はここに誕生した。1949年、昭和24年からは、前年に制定された憲法記念日に合わせて5月3日と翌4日を開催日とし、名称を松林ドンたく港祭りとした。 その後しばらく祝日である5月5日の子供の日を含めた3日間どんたくが行われた年もあったが、旧来から参加していた松林や博多県番などは5日には参加せず、祭りの結束が弱まる結果となった。1953年、昭和28年には、博多松林の伝統を保持する目的で、博多松林保存会が結成されている。現在、旧福岡藩主。 黒岳当時も参加して、江戸の昔のどんたくの姿に近づきつつある。1957年、昭和32年に、博多どんたく松林港祭り新公会が結成され、祭りの期間が5月3日と4日と定められた。また、園芸団体や商店街を勧誘し、優秀どんたく隊への賞の授与が行われるとともなった。1961年、 昭和36年には5月2日のどんたく前夜、祭りが福岡スポーツセンターで開始。1962年、昭和37年に福岡市民の祭り振興会が結成され、どんたくは博多どんたく港祭りと名称を改め、市民の祭りとして広く一般市民から参加者を募る方式となり、博多にとらわれず、福岡市全体の祭りとして定着した。 1972年、昭和47年、福岡市が、政令指定都市に指定されてからは、国体道路の万行寺天神館を、車両通行禁止にして、鈍ン広場都市、山陽新幹線が、博多まで延伸した1975年、昭和50年に、さらに延伸され、博多駅国体道路天神館となった。これにより、 市外県外からの見物客が増大することとなったが、一方では、国体道路の福音の狭さによる危険度が問題視されることとなり、1988年、昭和63年からはドンたく広場は、福音の広い明治通りへ移った。また同時に前夜祭りも1987年、昭和62年に福岡スポーツセンターが解体されたことによって、福岡国際センターへ、 中央本部隊も同じく県庁跡地に変更された。現在中央本部隊はお祭り本部隊に名称が変更され、福岡市役所ふれあい広場で開催されている。博多ドンタクは5月3日と4日の2日間にわたり、主としてドンタク隊と呼ばれる様々なグループが演舞を披露するものである。ドンタク隊は各種団体や企業、学校、 他都市からの観光 PR 団体、そして有志の集まりなどにより構成される。企業の鈍客体は団結力を高めるなど、新人社員教育に活用されている。実際には、前日の2日から一連の行事が始まる。スケジュールは毎年少しずつ変わっている。以下は2013年の例について述べる。16時30分からおよそ4時間にわたり、 福岡国際センターにて前夜祭りが行われる。ドンタク隊の演舞、福岡新前大使、旧ミス福岡の選出、ゲスト歌手の歌謡賞がある。これには、RKB 毎日放送が関与し、当日深夜に RKB テレビで放送される。入場は、整理券が必要で、開催約2週間前に配布開始されるが、数時間で配布終了される。なお、 神前大使は2013年から従前の単年人期制から2年制へ変更された。9時頃に博多松林の一行が福岡県庁や博多駅、企業など市中を表敬し祝い巡るため串田神社に集合し終末を受ける。同じ頃には天神地区や博多地区を中心として市内各所約30カ所に設けられた園内にてどんたく隊による 様々な演舞が入れ替わりに、最長で21時頃まで披露され続ける。10時から、ベイサイドプレイス、博多不島にて式典が行われる。同時刻にはは、片駅前通りを封鎖し、路上ステージ化して、昼前まで、ドンたく隊のパレードを行う。13時から車両を通行禁止にした、明治通りをドンたく広場とし、ドンたくパレードが始まる。 博多松林を先頭にし、これに続き博多高砂連、市長、回答、知事、福岡新前大使と共に、福岡県音楽隊、花自動車隊、古くから参加している古典論卓隊など、19時ぐらいまでパレードは続く。パレードは、路上で自由に見ることができるほか、階段上の有料さじ奇跡が設置され、そこから観覧することができる。 なお2014年から16年までは工事のため設置されない。前日と同じく松林が市内各所の施設や企業などを祝って回り、どんたく隊は各所の演舞台にて演舞を披露する。どんたく広場のパレードは、片駅前通りでは10時から13時まで、明治通りでは15時から20時までで、マーチングパレードなどが催される。 18時頃から鈍ン広場にて飛び入り参加可能なフィナーレの総踊りが行われる。総踊り終了後各拠点で博多岩ユータと博多酒一本で終了となるが一部の演舞台ではその後も21時までイベントが行われる。以下は2013年の演舞台の一覧。必ずしも毎年同じ場所に演舞台が設営されるとは限らない。 各区に最低一つは設けられるが、やはり都心2区にその多くが集中する。かつては、福岡や福岡、ドームにも演舞台が設けられていたが、基本的に福岡ソフトバンクホークスのホーム戦が開催される年でないと設けられなかった。二千十二年、札幌でのビジターゲームだったことに加え、ホークスタウンモールに h k t 四十八の専用劇場ができたという事情もあり、 混乱回避のため演舞台は他の場所へ移された。ドンタクはオランダ語で日曜日を表す語ドンタク、IPAZNDAX。発音はゾンダー派に近い X は無性難航外摩擦音がなまった言葉である。この言葉は明治政府制定の祝日を指す言葉として1871年、明治4年から政府が広めた言葉であると言われ、 主として四大説を指していた。正月十五日の松林と通り門が禁止されて後、明治政府公認の祝日を祝って繰り出すようになり、その過程で松林や通り門による祝いの行事をどんたくと呼ぶようになったと考えられ、1879年、明治十二年に三福神、地後、通り門が期限節を祝した資料が残っており、この年をもって、 鈍卓が再開されたとの説が広く流布している。しかし、松林と鈍卓が結びつけられたのは、当時の新聞の内容から明治20年代であり、明治12年説は必ずしも正確とは言えない。また前年の1878年、明治11年に三福神が紀元説の祝いに繰り出していることから明治12年よりも前に、博多の祭りとしての、 ドンたくの故障が発生していたとも考えられる。その後、休日という意味でのドンたくは死後となる一方、博多ドンたくの知名度は上がり、現在ではドンたくとは博多ドンたくを示す言葉として定着した。平成23年6月下旬の土日を利用して、福岡大学都市空間情報行動研究所が行った第15回福岡都心部署記者会有行動調査、 によれば、天神及び、博多駅周辺の来訪者数は2日間合わせて、およそ80万人計測されている。ドンたくの時に流れる、この歌の一番は、しりとり歌、鎖歌の形式となっている。これの元歌は長く、ボタンに、当時し、竹に虎、虎を踏まえた、は島内から始まって延々と続き、途中、坊やは、良い子だねんねしな。 品川女郎集は十文目との歌詞があり、その後も歌詞は続く。一説には、下関の亀山八幡宮の五国祭で歌われていた、八丁浜踊りのお囃が、明治二十年代に下関の芸者が博多に移った際に一緒に伝わったと言われている。他説としては、博多五副長の歌詞や、河原田平衛が東京栄太郎に弟子入りし、職場で歌を覚えて帰り、 1906年、明治39年のドンタクの時に歌い始めたのが、きっかけだというものもあるが、坊やは、良い子だが、ぼんちかわいいや、と、大阪言葉に変わっている点など疑問が残。なお、品川塾の女郎の値段が10問目であったのは、文化、文政の頃、19世紀初頭である。一度は、気休め二度は、嘘、申し申し車屋さんで始まる2番以降の歌詞は、 大正時代中期に作られた。その後なに、種類もの歌詞が作成されたが、1991年の博多ドンタク30周年に合わせて、博多七町にちなんで七番にまとめられた。最後は、めでたくようて、すっぽんぽんで締めくくられ、しりとり歌である一番の、ボンチカはイヤに続くうになっている。博多ドンタクの歌という名で知られているが、冒頭の歌詞をとって、 盆地チは、イーとも呼ばれている。また、博多かっちり節という民謡も、ドンの第二テーマソングとして定着していい。松林の祝賀を受けた者が送る、返礼品のことで、杉原神の一束、十条と、扇一本を組み合わせたもの。鎌倉時代以降の武家の贈答の形式である。小早川秀明が、なじ城にて、畜全国を治めていた頃は、 1五5 0巻分を渡されていたが、黒だけの福岡藩では一束一本を与えるようになった。現在でも松林に対して各家や各企業はこの一束一本を三方に乗せて御礼としている。肩裏、つらせとは羽織を裏返して着ることであり、生きなきこなしとしてどんたくで目にする。これに、カルサン袴を合わせ、背に預かり笹ささを刺し、 頭には頭巾あるいは博多に若のに若面をつけるのがポピュラーな出でち。どんたくでは踊りの時秒種目や鳴子ではなく、しゃもじをよく用いる。これは食事の用意をしていた商家の妻がどんたくの林につられて外に飛び出し手にあったしゃもじを叩いて行列に加わったのが始まりとされている。博多どんたくの開催日は雨天となる場合が多く、 二日間のうちのどちらかが、雨天になると言われている。基本的に、雨天結構だが、豪雨により一部の行事が中止に追い込まれたこともある。ドンたくの雨をジンクスと捉える人は少なくない。ドンたくに雨はつきもの。現在の博多ドンたくでは、年ごとにテーマが設けられており、そのテーマは運営組織や補助金等で密接に関わっている。 福岡市のイベントにまつわるものが多い。近年では、世界水泳選手権2001年、2021年、予定、国民文化祭や海フェスタ2004年、全国都市緑化フェアや年輪ピック2005年といったもので、2006年のドンタクでは、福岡九州オリンピックの実現をテーマとしていた。また2005年3月20日に発生した福岡県。 西方沖地震で被災した死を活性化させるキャンペーン、元気売。福岡が土クに合わせて4月29日から5月5日まで開催され、各演舞台やパレードにて広く告知がなされた。逆に2005年の全国都市緑化フェアは、ドんタクの賑わいにあやかった、アイランド花ドどタクくいう愛称が用いられた。2011年の東日本大震災や2016年の 熊本地震の際には震災復興支援として予定通り開催された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。